こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。欠陥が絶えなく相次いで自動車火災を起こし、爆発事故を乱発させていて、リコール費用が1兆に上り、歴史上最高を記録したようですが、下請けに押し付けて逃れようとしているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。最近リコールが決まったヒュンダイ自動車の粉と関連し、ヒュンダイ自動車と LG エネルギーソリューションが費用分担について合意した。業界によると、両社は約1兆ウォンのリコール費用について最近協議を終え、ヒュンダイ自動車が 30%、 LG エネルギーソリューションが 70% を負担することで合意したという。ヒュンダイ社は訂正工事を通じて昨年の営業利益を既存の2兆7813億ウォンから2兆3947億ウォンに修正した。減った3866億ウォンはリコール費用によって今回積み立てた引当金で、昨年第4四半期にすでに反映した389億ウォンを含めると計4255億ウォンの引当金だ。LG エネルギーソリューションの親会社である LG 化学も、昨年の営業利益を6736億ウォンから1186億ウォンに修正すると公示した。差額の5550億ウォンは、今回のリコール費用を反映したものだ。昨年第4四半期にすでに積み立ててある引当金約1500億ウォン、推定値を含めると7000億ウォンを負担することになる。ヒュンダイ社が積み立てた引当金規模に比べれば、全体の 70% を負担しなければならない LG 化学が明らかにした引当金は、1兆ウォン水準にならなければならないため、やや少なめに見える。しかし、これは、完成車メーカーとバッテリー供給会社の原価構造の違いなどによるもので、実際は3対7水準で合意しているという。ヒュンダイ自動車は、粉電気自動車 OSEV25,083 台、アイオニック電気自動車 IF7,1314 台、エレキシティ電気バス LKEV302 台の計 26,699 台の高電圧バッテリーシステム BSA を全て交換すると発表している。海外で販売された車まで含めると約8万台をリコールする予定だ。国土部は当時、LG エネルギーソリューションの中国南京工場で初期生産された高電圧バッテリーの一部でセル製造不良、陰極多分折れにより内部ショートにより火災が発生する可能性が確認されたと発表している。今回 LG エネルギーソリューション側の分担比率がヒュンダイ社より高いのは、このような調査結果を反映したものと解釈される。ヒュンダイ自動車側は、LG エネルギーソリューションと顧客の不便及び市場混乱を最小化しなければならないということで意見が一致し、リコール費用分担に対する円満な合意を引き出したと明らかにした。続いて、両社が緊密に協力し、速やかに市場措置が取られるようにあらゆる努力を尽くし、顧客の安全を最優先に、これからも積極的に顧客保護政策を推進して、品質に対する信頼回復のために最善を尽くしていきたいと述べた。 LG エネルギーソリューション側も、消費者安全を最優先し、リコールに積極的に協力する計画とし、このために必要な費用について両社が分担することで協議し、合理的な水準の費用を充当金として第4四半期実績に反映したと明らかにした。それではネットの反応です。 LG は現代キアに殴られたな。現代の方が大物だから。同じ LG 電子バッテリー入ってるボルトはなぜ出荷しないんだろう。 LG かわいそう。どうして他の車は大丈夫なのに粉だけ燃えるのかな。現代が圧力かけたのか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。